コミック、高岡コミック高岡は、東京、神保町に2019年まであった漫画専門店。新刊漫画書店として、神保町随一の知名度とボリュームを誇り、大手出版社のメジャーの作品はもとより、マニアックな作品も抑さえた品揃えで、漫画愛好家から評判が高く、オタクの聖地と呼ばれた。東京メトロ及び、都営地下鉄の神保町駅がある。 人保町交差点から安国通りを東へ徒歩1分という高立地にあり、黄色いファザードが書店街の中でもよく目立っていた。この書店は、高岡書店として1880年、岐阜県出身の高岡安太郎と弟の虎次郎により、古書店として改良し、後出版業にも進出、秋山武太郎役秋おすの著による学習参考書を中心に刊行した。しかし、 太平洋戦争による企業整備例により廃業1948年に合資会社高岡書店として新本屋を再開1979年にコミック専門店に転じた以来コミック専門店の草分け的存在となったが2010年代には出版不況と電子書籍の普及で経営不振に陥り2019年3月31日を 持って閉店した。その直後、5月23日から8月26日に大英博物館で開かれた日本の漫画をテーマにした博覧会ザシティエキシビジョン漫画にて漫画体験のありようを示す展示の一部としてコミック高岡の店内写真パネルが設置された。ありがとうございます。